信か。緊張するな。よし、頑張るぞ。よし、ミナタクラファイト。ああ、よし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 。ああ、わ、たくさんの人が見てくれてる気がする。どうしよう、私何の話したらいいかな。でもやっぱり初配信だし、せっかくホロライブ6期生としてデビューしたわけだから、やっぱりキャラ濃くいかないとね。やっぱり先輩方に負けないように濃いキャラでいかないと。もう個性が足りないな。よし、じゃあちょっとフードをつけて、帽子をかぶって、どうしよう、どんなキャラでいこう。ラッパーとかまだこのホロライブにいないんじゃないの。ラッパーキャラいいじゃん。ラッパーキャラでいこう。よし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 。じゃあラッパーには欠かせない、よいしょよいしょ、サングラスを取り寄せて。よし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 。オッケー。はあ、緊張するな。そんじゃ始めるよ。1、2、3。よう、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 よう。よー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 、見えてるか？ヘイヨー、ヘイヨー、みんな、はじめまして。ホロライブ、なんだっけ、ホロライブ6期生、幻のシックスウーマン秘密結社、ホロライブレジスタンス所属、ミナト・アクアでヨーヨーヨー、みんな、はじめましてでヨー。あれ、滑ってるこれ。ちゃんと受けてるこれ。ちゃんと受けてる。でも、私やっぱりラップキャラで行ったわけだし、頑張んないと。ヨー、はじめましてだヨー。今日は初配信ということで。ラッパーとして歌を歌っていくよ。みんな聞いてくれるかよ。うわ、たくさんの人が見てるよ。緊張するよ。みんな私のラップ聞いてくれるかよ。それじゃあ歌わせていただくよ。うん、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 音のチェックするよ。聞こえるか？こんぐらいかな。そんじゃ、あ、ちょっと待って。よう。そんじゃあみんな、ノリに乗って、パーリナイ行くぜよ。チュンチュッチャン。よう。よう。よう。本日デビューの期待の新人、6期生のセンス担当、ミナト・アクアのアトーニだ。ブーン、ブーン、ブーン。皆さんどうも、コーン・アクア。吹き飛ばすぞ、そんな不安。
勝ち取るメロディーメーカー。メイドだけれど清楚だけれどズボラでほんと申し訳ねえ。かぶる自出陣インキャップ、決めるぜ私のインラップ。初配信で正当祭、クラブを配信メンバー外、秘密結社ポロックス、洗濯洗剤ナノックス、シックスウーマン、それは幻、レジスタンス極めるあたし、それじゃあよろしくホロライブやるぜ、豊洲でソロライブ。ブーブーテキュー。みんなあたしのソロラップライブに来てくれてありがとう。改めてみんなとアクアでよ、今日はデビューを記念して、ちょっとそして誕生日を記念して、今日私誕生日なんだよ。みんな知ってたかよ。みんな今日私誕生日なんだよ。よかったらたくさん祝ってくれると嬉しいよ。でちょっと私がお誕生日って言ったらみんなでおめでとうってコメントしてくれると嬉しいよ。よろしく頼むよ。 OK かい？よくよ。そんな初配信だけど誕生日なんだよ。よよ。陰踏んでるよ。陰踏んでないかよ。それじゃ、いくよ。みなとくん、お誕生日おめでとうありがとう。Thank you. ということで、ということでだよ。本日は、お集まりいただきありがとうございますだよ。初配信ということで、やってきたわけだけれども、みんななんか、いろいろ、初配信なのに、スーパーチャットが飛ばせるね、だとか、メンバーシップ登録できるだとか、チャンネル多くねとか、いろいろあると思うけどよ。伝説の新人ミナとアクアとして、これからやっていくでよ。よろしくでよ。二期生にもミナとアクアっていう新人がいるよ。二期生の先輩は、山田ハーマオニーでよ。私がミナとアクアでよ。二期生は山田ハーマイオニーでよ。私はミナとアクアでよ。今日は、ちょっといろいろお話をしたら、先輩、やべ、見えちゃいけないものが見えてる。先輩方と共に、とつまちをしていくよ。その前にちょっとお話ししてもいいかよ。ちょっと待って、サングラスをちょっと上にあげるよ。サングラス外すよ。ちょっと邪魔だよ、これ。サングラスがないとちょっとラッパーっぽくないから、やっぱ頭につけとくよ。ヘイヨーカモンヘイ。なんだよ。なんか文句あんのかよ。ということで、じゃ、ちょっとだけ、ちょっとなんか、ホロライブの、まあ、レジスタンスだけれども、ちょっと、ホロライブとして、抵抗するために、今日は、ラッパーとしてデビューしてるわけだけどもよ。みんなにも、やっぱりみんなとアクアラップを広めてってほしいんだよ。だから、先に告知するよ。